どうも、ゆうくんです。今回はですね、新型フリードクロスターの方を見に来ました。で、こちらのモデルは EHEV の主力のモデルということになります。で、クロスターになりますとね、エアグレードと違って樹脂パーツとかシルバー加色などが多く取り入れられておりまして、クロスオーバーテイストな雰囲気ということになっております。で、フェンダーアーツモールですかね。もちょっと大きめのものが採用されているということもありまして、クロスターグレードになりますと3ナンバートロークのモデルということになるようです。で、こちらサンドベージュのカラーリングということになっております。ライト周りなんですけど、こちらもフル LED の、ね、ライト周りということになっております。ライトのインナー側、ブラックアウトされておりまして、こちらも静観な印象になっております。で、クロスターですと、フォグランプが、ね、LED のものが、装着されるということになっております。はい。で、グリル周り上側、シルバーの、ね、パネルが装着されますし、下の部分もですね、大きく開放部開いておりまして、 EHEV の、ね、冷却効率も考えられた設計になっているということになるようです。改めまして、サイドから見ますとこのような感じになっております。ルーフレールとか、フェンダーアーチモールも含めてやはりアクティブな印象になっております。そしてタイヤホイールなんですけど、こちらクロスターも15インチの、ね、ものが採用されているわけなんですけど、クロスター専用の、ね、タフでアクティブな印象のデザインが採用されております。で、タイヤサイズ 18565R15 のこちらも、ね、横浜のブルーアース FE が標準で装着されております。はい。まあね、新しいブランドの、ね、エコタイヤというふうになるようです。前後とも、ね、同じサイズとなっています。で、ギアビュー、このような感じになっております。ギアの、ね、テール周りもフル LED のものが採用されております。で、樹脂パーツとかシルバー塗装の、ね、モールなどが使われておりまして、やはりこちらも、ね、クロスオーバーテイストな雰囲気になっております。はい。じゃあ、内装の方も見ていきたいと思います。フロントドアを開けまして、フロントシート、このような感じになっております。レザーと、ファブリックのコンビシートということになっております。はい。で、ファブリック部分、汚れに強い加工が、施されているということで、お手入れもしやすいように設計されております。で、端っこの部分、オレンジの、ね、ステッチが入っているというのもアクティブなイメージにマッチしている感じになっております。ちょっと取り込んでみます。最近のホンダ車ですと、このウェルカムサウンドとメーター内のアニメでおもてなししてくれるという感じになっております。で、インパネ周りがこのような感じになっております。で、インパネ中央部なんですけど、クロスターですとカーキのパーツが装着されております。こういうのもあって、やっぱりギア感のある雰囲気になっております。で、ドリンクホルダーとかセンターのトレー部分はブラック系のね、大理石風の素材が、装着されております。で、専用のね、大画面ナビも、装着されて、さらに、エアコン部分フルオートエアコンということになります。で、もちろん、電動パーキングブレーキオートホールドにも、対応しているということになります。で、スイッチ部分も操作しやすいように、レイアウトされております。で、シフトストレートタイプということで、こちらも誰でも使いやすい、仕様になっております。で、ステアリング、もちろん、本革巻きということになります。で、アダプティブクルーズコントロール中大追従機能付きのものが、採用されております。そしてまた、センター行きまして、こちらにも、ドリンクホルダー、付きまして、その下12V電源と通信用のタイプ A の端子が、レイアウトされます。で、その下、2段の、奥行きのあるトレイが配置されるということになります。で、センターフォークスルーの構造となっておりますので、かなり使い勝手もいい設計になっております。そして上の方行きまして、 SOS コールボタンなどが上にレイアウトされるということになります。で、フロントだけ LED のね、ルームランプということになっております。そしてまたドア開けまして、ハンドル右下に各種コントロールスイッチがレイアウトされまして、スライドドアもね、こちらでコントロールすることができるようになっています。
で内張りが、このような感じになります。で真ん中にね、カーキの、ソフトパッドが、装着されるということになります。で、スピーカーの上にも、フリードの刻印のものが採用されております。じゃあ、後部座席見ていきたいと思います。で、クロスターのね、両側はパワースライドドアということになります。で、5人乗りですと、このような感じでベンチシートということになります。乗り込んでみます。乗り込みまして、足元空間、ちょっとね、こちらも先ほど試乗させていただきまして、私のシートポジションに合わせた状態で、まあ、かなりの、足元の余裕ある、空間となっております。で、シートですけど、リアシートもね、汚れに強いカゴが施されております。はい。で、先端のね、ドリンクホルダー付きのアーマリストのタグには装備されないということなんですけど、スライドドア部分両側に大型のドリンクホルダーもね、採用されるということになります。そしてこちらもね、ロールサンシェードが採用されるということで、日よけとプライバシー保護に寄与してくれるということになります。で、フロントシートのアームレスト部分にまずね、大型のコンビニフックがね、両側に採用されるということになっております。ただ、ちょっと仕様にもよると思うんですけど、ギア用の USB の充填端子はこの車では、装備されない感じになっております。で、ただ下のね、収納ボックスがね、装備されるということで、このように、説明書関係収納することができるようになっております。じゃあ最後ラゲッジも見ていきたいと思います。スライドドア余計なピーピーならないというのはやっぱり静かですし高級感があってね、いいなと思います。ラゲッジ見てみます。はい。で、クロスターの、5人乗り仕様ですとこのような広大な空間となっております。で、両サイド多分、金属のねプレートが、貼ってありまして、この穴に、市販のフックを引っ掛けて使うこともできますし、金属ですのでマグネットをくっつけて使うこともできるように設計されております。で、その上にもね、ちょっとした物置が、設置されております。で、左側ですと上の物置部分に12ボルト電源がね、装備されるということになります。で、フロント部分格納して、このね、専用のボードを敷くことによって、ほぼフラットなね、日数空間を確保することができるようになっております。で、さらにクロスターですと、このように上下2段にボードを使って分けることができるように設計されておりますので、効率よく多くの荷物を積むことができるようになっております。で、ちなみに、上のボードを簡単にね、取り外しできるようになっておりますし、上のね、ボードも強度ある感じで、60キロのね、私が片手で、体重をかけても何ともない感じなので、多分100キロぐらいは乗せても大丈夫なんじゃないかなというぐらいの強度はあるのかなと思います。で、やはりね、車内空間広いので車中泊とかね、そういう、まあ、レジャーとかにも使いこなせる車になってるなと思います。で、やはり個人的には6人乗りのね、エアもいいんですけど、このね、5人乗り仕様の、クロスターがね、予算あれば欲しいなと、思っております。あと、クロスターですとこの5人乗りだけじゃなくて、エアのように6人乗りのモデルも今回から追加されたということになっております。で、一般の人はちょっと買えないのかなと思うんですけど、法人仕様でエアグレードでキャプテンシート4人乗りのね、仕様も連絡されるということになっているようです。ということで、新型フリードクロスターでした。